パーリの製鉄所とは、スウェーデンベストマンランド地方のエンゲルスバーリ村にある製鉄所のことである。1681年、ターラーソン・ジレンフックが建設した製鉄所であり、19世紀まで現役の製鉄所として活動していた。1993年、ユネスコの世界遺産に登録された。エンゲルスバーリを中心とした、この地域で製鉄が始まったのは、 早くとも中世のこととされる。13世紀には地域の農民が原始的な溶鉱炉を用いて自らの農具のために鉄の生産を行ったとされる。16世紀にはスウェーデンで初めて暴行の生産が開始され、17世紀にも生産は継続された。中世のスウェーデンのエンゲルスバーリに対する政策は農民による 暴行生産を制限すると同時に、自治都市の住民による工場建設を推進させるということであった。1681年の製鉄所建設もその政策を踏襲したものであり、これにより、経済的に豊かな住民層による製鉄と暴行の生産が活発化することとなった。その生産量は、1695年には、 135トンだったものが1767年には264トンにまで伸びた。ベッセマー式の生産工程が1860年代にスウェーデンに紹介されると、スウェーデンの他の製鉄所は衰退を余儀なくされたが、エンゲルスバーリのみは生き残りに成功した。しかし19、1919年には施設の老朽化のため、製鉄所は役割を終えた。 エンゲルスバーリは300年以上の間、スウェーデンの鉄鋼生産を支えてきた歴史があり、当時の建物が現存する。その数は50以上に上る。例えば、1750年に建築された2階建ての木造建築である下見板を張った壁と黒色の鉄のプレートが特色の住宅、1829年建築の醸造所などである。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。